昨日ですね、ちょっと品川の方に用事があったので行ったついでにですね、都内で一番低いトンネルと言われているところに行ってきました。ここのトンネルはですね、もうかなり昔からありまして、私以前ね、一番最初通ったのがね、もう30年ぐらい前に通ったんですね。その時はバイクで通ったんですけど、すごい低いんですね。で、未だにありますね。今この撮影はですね、ドライブレコーダーで撮ってるんですけど、右下に出てるこの日付とか時間とか、この辺ちょっと全然合ってないんで、あんまり気にしないでください。で、場所的には田町駅と品川駅の間ぐらいで、でまあちょっと左折するとね、第一京浜、国道15号ですか、走ってて、ちょっとね、こう左折してからある感じですね。ほんと昔からあって全然変わってないですね。で、ここですね、1.5 とはなってるんですけど、実際もうちょっとね、高いのかなって感じはしますけど、結構ね、入るとき怖いですね。で、この途中でね、また1段低くなるんですね。で、どうもね、タクシーの上についてるやつがギリギリらしいですね。で、タクシー、都内のタクシーは、ここ通れるような高さにしてる感じらしいですね。で、ここですね、バイクで昔通った時は、途中でね、1段低くなったところで頭ぶつけそうになってね、結構怖かったですね。2人乗りなんかしてね、こう入っていくとね、後ろの人本当気をつけないと危ないですね。こう出るところもね、上の鉄柱っていうかね、鉄にぶつかりそうな感じがして、すごく怖いですね。車3つで行ったんですけど、それでもね、ちょっと怖かったですね。はい、どうも見ていただいてありがとうございました。